どうもウエストランド井口です。河本です。はい、1週間ぶりでございます。こんばんは。M1 のね、決勝がいよいよ近づいてきておりますね。そうですね。では次のブチラジの時にはもう新チャンピオンが誕生してるんですが、あなた注目しておりました PV、はい、見ましたか？見ました。あの日曜サンデーにね、出させていただいた時にも、一丁前に予想というか、いや、やっぱそれが M1 の楽しみ方の一つでもあります。あんまないんだよ、あれの何の曲かを予想してるやつ。いやいや、まだ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 甘いよ。なんでね、何を予想したんでしたっけ？ヤコゼンさんの初恋、うん、という曲を予想したんですが、結果は、日食夏子さんのログマロープ。そう、もう予想外のね。だから、いや、だから、はい、当たってなくてよかったというか、まあね、自分のね想像力の範疇の中でそう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 超えてくる M1 の凄さね。まあそれはそう、改めて感服しましたよ。なんでね、どこに感服して、ネタ見ろネタ。いやいや、ネタはもちろん見てる。まあね、ただやっぱ誰も当てれてないでしょ、ね、当てれるわけないよ。だからなんで当てれるわけないって言ったら失礼な話ですけど、まあ、だからでもここ2年の系統からいくと一気に変わってというか、う、ね、まあなんて言ったらいいか分かんないですけど、そのまあサブカルチャーとかそっち寄りというか、その過去っていうか、僕らの時に出してた曲とは違う、またね、最近の曲っていう、まあ、クリーピーナッツでまず度肝抜かれてますからね、こっちは。だからその揺れは絶対あるんですよ、うん、今後も、うん、でこれでまただから次エレカシとかそのウルフルズ系統、系統のね、うんうんうん、ちょっとふと思ったら、例えばその河本ひろととかね、ね、それも考えた、そういうのもあるかもしれないですけど、うん、じゃないんだよ、そのそこで一喜一憂してる場合じゃないんで、まあそれはそれでぜひ見ていただきたいんですけど、我々も出てますし、あのプシューのところがまた使われてるんですけど、あれかっこええな、かっこよくなってるじゃないですか、その、あのよく考えたら太田さんがなんか適当にやってたつかみが、なんか今その王者の登場みたいな感じで使われてるけど、まるで我々の象徴かのようなそう、あれ太田さんがやった今で言う助けてくれですからね。よかったよ、助けてくれやってなくて。助けてくれは意味持つ。助けてもう意味ねえよ、別にあれも意味ねえ。助けてくれの前に太田さんはよくプシューやってた。そう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 、でも最近プシューやってないでしょ、もう、うん、助けてくれでしょ、やってないな。あのクレーンのカメラの時だけやるな。やってます今も。やってるやってる。やってるのか。やってるはやってる。やってるけど、その後の助けてくれの方が助けてくれの方がいい印象にも残るしね、うん、まあ、だからよかった、助けてくれにしなくて。だからこれやらんだろ、あれはあれは邪魔になるが、さすがに恥ずかしいしな、うん、恥ずかしいって言うな。助けてくれ、あれ、あのダイヤモンドの野沢が、うん、あの X で、まあ、Twitter 時代からですけど、うん、面白何々みたいなのずっとやってるね、何なんて言ったらいいのかな、まあ本当変な言葉を、まあいつらのネタっぽい感じじゃないですけど、うん、面白なんとかって言ってずっと一言ずつ書いていくっていうのをずっとやってて、一回見たら面白つかみっていうので助けてくれって書いてあって、そうなん、確かにその、その文字で見たらめちゃくちゃ面白いですから、ね、うん、どういうつかみってなるから助けてくれ脈絡ない、脈絡ないですからね、まあまあそんなこともありつつ、まあ六本木駅とか六本木駅の構内とかに我々のポスターがね、あー、大江戸線のね、大江戸線からこう上がっていくとこね、にいっぱい出てるんで、それぜひね、あの時間ある方見に行っていただきたいんですけど、うん、まあ、今回クリスマスイブにやるということで、うん、あのまあ、クリスマスをこう揶揄したのがいろいろあるわけじゃないですか、我々の揶揄どころでね、真っ向勝負。いやでもクリスマスイブに M1 あるから、まあ見てくださいってことなんですよね。促すためだからすごいコピーですよね、広告のうまさというか、うん、我々の芸風に合った感じで、うん、ちゃんと M1 を見てくださいっていう風にやってるんですけど、うん、まあ、あれまあ直接見た方も写真で見た方も、僕がねこう破れたとこから出てきて、うん、なんかわーって言ってるじゃないですか、うん、まあ、僕が主役のポスターですよ。あなたはなんか横の方でやってるみたいな、イチャイチャ正体な女の子、あれが、うん、多分みんなびっくりすると思いますけど、あれあるじゃないですか、あのその写真というか、あのポスター、うん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 、本当にあの構図であれで撮ってるんですよ僕あの高い位置から破れたとこから顔を出して、そう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 、分かんないですよ、その知らないけど別に撮ってくれやと思うけどてっきり別に、あのなんていうの、イメージ画像みたいなのを見て、あんなの素人でも加工できるから、あの井口の穴は上にするぐらいと思うでしょ、本当に上にあるんだ、本当に上にあってあの位置関係で撮ったんだよ、僕脚立に登って、そうそう、本当にあそこで顔を出して本当に身乗り出して、本当に髪破って、髪破って
本当にそこでやってるんです。一回一回ですよ。いやそうそう、でそのかでそのお笑いの人がちゃんとかっこよく撮るスタッフさんたちだから、うん、じゃあ河本さんここでちょっとこういう感じでクリスマスの感じでって、そのまあ役者さんたちもいて、そうそうそう、もう本当に1行目とかちょっとやって、ここでちょっともうちょっとくっついてとか、うん、いろいろすごいやってしっかり時間かけて撮ってます。あれまあ4時間ぐらいかかってるのかな、うん、かかってるかかってる。そのずっと僕のこと無視でしたからね全員いや僕が主役なのに、そのいやここで河本さんもうちょっとマフラーこういう、もう恋人の感じでいっちゃいましょうみたいな、もう結構イケイケのスタッフさんだから、うん、もういっちゃいましょう、もっとそのキスするぐらいの感じでこのラブラブの感じを近づきましょうみたいな、そのまたできないから余計あっちも熱持って、そのもっと河本さんもうそういうんじゃなくてとかなるし、もっと言うと腰に手回しちゃいましょうみたいな、ね、その間僕ずっとというそのそうで井口と井口の脚立持っとる人だけ棒立ちな、そうずっと無視で4時間で、いやその僕の方はどうなんですか、ああもう大丈夫です、それでいい、見てない見てない監督さんもそんなことある、大丈夫です、井口さん何でもいいです。結局あれ主役こっちなのになんかそっちの方に熱入って、ほんであのね、まあこれ知ってる人はねもう知ってると思いますけど、ウエストランド大きい方も小さいですから、そのダサいから、うん、あの箱僕も箱上乗ってちょっともうちょっと背高くしましょうとか、女性のモデルさんより低いから、そうそう低いから、だから一応そこはクリスマスデートっぽくしなきゃいけないから、いろいろやって、そうそうそう、もうちょっとにこやかにとか、あいいですね、いい、あ最高ですね、やってくださいって言ってずっと僕そのあそこから見返してサイレントで、ね、サイレントでずっと無視、あんなことあるわどのクリスマスより辛いよ、4時間あそこから顔本当に無視でした、リアルのクリスマスより辛かった、はい完璧です、井口さんも OK ですとか言って、その、うん、じゃああれもう僕すぐ帰れたよ、あれだったら帰れたな、あずっとそっちができた、お前1時間で帰れた、そんなにもかかんない、だってかからんか、1回の NG もないんだよ、12個取れええよその間もう着替えたりもしてずっと、その河本さんもうちょっととか、やれやと思って、そのあその顔じゃないですとかでそのずっとな、そのモデルさんと手つないで、それも照れてで照れてなんかそのちょっと近づいてるであの手離さんボケとかしてな、そんなのもうわーとかなってで顔近づけて、あ照れないでください、いいえ照れますよとかの顔もずっと僕がこうやってそのしてあれ何だったんで、本当楽しかった、こっちは本当に楽しくなかったですからね、本当に楽しかったわ、ほん あんなことあんのかなてかなんであのリアルにあの構図で撮る必要があるんだろうなその多分プロの方だから理由はあるんだと思いますけどね、まあ、井口の目線とかがやっぱリアルで、できるって目線できるってここら辺ですって言ってくれたらできるなマジで僕の方が忙しいんだから早く帰りたい、ずっと脚立の上で喉とかも、ああ最初椅子もなかったし腰とかもめっちゃ痛い、ずっとそうずっと中腰で固まってるから中腰でやる、これで固まっとかなきゃいけないから、ね、髪から飛び出していかなきゃいけないですからね、うん、どういうことなんだよあれあれだけはちょっとね未だに納得いってないですけど、まあぜひぜひ見に行って、ね、いやそうですね、いただきたい、あのトラックも走ってるみたいな、そうそうそう、ね、トラックが新宿渋谷六本木ぐらいを僕らホスト風の格好したトラックが走ってるんで、うん、我々もちょっと見つけてではないですけど、まあこれどこにねその都度いると思うんで、まあねトラックですからね、アドトラックっていうね、偶然見るしかないですけど、もしね見つけたらどんどんあの写真撮ってこう載せていただいたりして ね、もうちょっとでも盛り上げていけたらねありがたいですからね、ぜひぜひよろしくお願いします。ま, すまああの我々で言うと検索ちゃん本編に初めて出させていただきましてね、うん、いやまあモグライダーもいたり、まあ、トム・ブラウンもいたりしてもう仲間たちもこう多いから、うん、我々も初めて本編ということで、なんかちょっとメンバーも変わって若返ったなとか言ってましたけど、何にも若返ってない、僕らが年食ってるだけだから、その僕らが年ってあそこに行っちゃったっていう、ね、そうそうそう、みんなと年齢が上がってるだけなんですけど、うん、まあすごかったですが、これもぜひね放送は見ていただきたいですね、念願のですよね、本当に。いやまあ我々も初めて出させていただきましたし、何よりね、まあ他なんですか、ゼロサンさん、ロッチさんうんとかいっぱいいるじゃないですか、うん、まあ友近さんとかいらっしゃい、ナイツさん、ね、信じられないぐらい早坂営業ですからね、メンバーがすごかったよな、まあ何がすごいって早坂さんがすごい、そのメンすごい、検索ちゃんに出るメンバーをこう集めてることがすごいけど、そうね、あんなに早坂営業のことある、ほんで前説ダニエルズ、早坂営業じゃねえか最終的にダニエルズも前説で、早坂営業モノマネとかやりだしてこっちはめっちゃウケるけど、そので爆笑さんも早坂営業行くこともありますからね、あるあるあるね、でも完全なる早坂営業のメンバーで、うん、すごいよな、ほぼ全員早坂、友近さんも今早坂営業来られてますから、来るからね、完全なる早坂営業メンバーでやりましたけど、うん、まあ本当に皆さん当然めちゃくちゃ面白いし、まあ好き勝手やっていい場というかね、そういう感じだからやってるんですけど、ともしげさんがすごかったな、本
当にやっぱすごかったな。そのね、これまあ本編というかね、放送を見ていただきたい。でも放送どうなってるか分かんないですけど、放送では多分伝わらんのんじゃない。まず邪魔じゃもん。そのともしげさんずっとすごい緊張して顔がすごいこわばってたんですよ、うん、まあ M1 も近いのもあるし、うんうん、まあもちろん検索ちゃんでネタやんなきゃいけないってなって、しかも同じスタジオですからね、まあ M1 のね、うん、そう1週間後にあるっていうのもあってってなってましたけど、で自分たちの出番が終わったら急にリラックスして、あそこたまりとかひな壇って見てるじゃないですか、うん、すっごいなんかその喋るんで、そのすっごい、ね、それがそのコントのネタバラシとかあった時に、うわーそういうことかーとか、ほんまそれぐらいの声量で普通、いやもっと出してましたからね、これ入るだろうと思って、その途中でそのうわすごい番組だ楽しいとかそのいや何よりではあるけど、ずっと言って何よりだけど、後日というか次の日に聞いた聞いたって言った、ともしげさん何ですかって言ったら、そのいやワイプとかでワイプだと思って思ってというか、その いるしそのすぐそこに、なんでネタ番組にワイプがまず近くにいるし、どういう感覚なんだよと。もしかしたら人のネタ中全部ともしげさんの声が入ってるかもしれないですからね。でもそれぐらいの声で言ってたから、うわーすごい面白いとか言ってたから、清志師匠、清志師匠だよ、その清志師匠でも言わんで、あんな逆清志師匠か、うん、安志どういうことなんだ違うんで、なんでその逆清志師匠、安さんなんで、そのどういうことなんだ。二人とも天才なんだ。二人とも天才ですから。ともしげさんやっぱすごかったですから、すごかったな。まあその辺も含め、まあモグライダーのネタももちろんそうですし、モグライダーの決勝に残ってるわけですからね。ね、全然優勝、これはもうあんまり下手なことはね、言えないですけども、まあでも応援してますよ、やっぱりこれだけは言おうや、ほんまに。ブラウン、モグライダー、ヤーレンズはやっぱりまあ ねどうしたって肩入れしちゃいますよ、まあまあまあ、ね、だから審査員、うん、その敗者復活の審査員を錦鯉の高橋さんとかもやるみたいになってて、ね、僕らの前のチャンピオンが錦鯉さんなわけですから、うん、要は来年僕がそこの審査員をやっててもおかしくないわけじゃないですか。おかしくないね。まあでも誰もやっぱそんなことは言ってないし、そのやらなそうだとは思ってるんでしょうけど、まあ、やらんし、まあやれない、やっぱその肩入れするから友達にいやいや友達に肩入れするからそんな小さい男じゃないですよ。いやいや、なんでだよ。絶対にせんと思う。だからしないって言うんだよ。一番審査員に向いとると思うね。あ、肩入れしないってことですか。肩入れしない。いやいやいや、その肩入れするし、肩入れするというかもうやりたくないしね、あと。まあまあやりたくはないだろうと思うけどね。絶対やらない。ね、絶対やらない。うん、もう滑り1の方で十分ですから、やっぱその審査するにはね。滑り1ぐらいでちょうどいいんですよ。いや、やっぱ困ってる井口が面白いわけじゃないですか、一番ね。困っとけよ、お前もその滑り1の時ちょっとニコニコすんねん。その俺はだってもうあれ面白かったまあ滑り1ですからね、の人ですからね、その何も言うことはないですよ、まあね、そりゃ、うん、ないよ。その俺が何か言うことなんかないよ、俺より面白いんじゃん。いや本当にそうですよ、うん、やめちまえよ、もうやってねえんだよ。これ何なんだよ、この絡みも。あのだからエンジン交代、まあ、盛り上がらなかったな飽きてきたよ、飽きてきたもさすがに年末にもなると飽きてきたエンジン交太郎さんが優勝しましたけど、うん、まあ知らない人もね多いでしょうけど、舘野さんの相方ですからね。そうですよ、もそうそうそう、ね、でもあんな感じではなかったけどな、エンジンさんも、うん、でもやっぱ愛されてるからいいですよね、うん、そのああいうので愛されてなかったらより始末が悪いですけど、そのエンジンさんもみんな好きだから言うって、みんな好きだからいじるんだ、ああやってね。そうそう、あれもまあね、いやでもやっぱ本当の審査員はもう大変ですからね。大変だろうな、まあ、絶対やらないと思いますけどね、あとはですね、ドキュメンタルの配信がもうすぐスタート、ね、はいはい、あそうね、これも2日後か、まあ、明日か、そうか22か、流れてる、ね、12月12って書いてあるな台本に。メイルか、それぐらい、これ違うわ、もうスタートしてるんですか今。してませんけど、いやいやもういい。どう見えます？12月12日って書いてあるな。12月12日が、もうそれぐらい。12月12日は金曜日でした。違う、8です。金曜は。タイタンライブの日です。ああ、12月。だからどういう間違いかは分かりませんが、もうビル君、忙しいんだよ。ビル君やっぱ年末になって。子育てとお仕事と。年末になってもうめちゃくちゃになってきてるわ。まだまだミスあるかもしれないな。そんなめちゃくちゃでもないよ。ちょっと ミス探すんで静かにしといてください。いい。そんな時間いらんって、マジで。ビル君のミス。それはマジでいらんよ。あるかな。ないって。いやいや、なんかあるんじゃない？もうないよ。そんななかなかないよ、いっぱい。ないよ、もう行こう。ないか、本当にないか、本当にない、ない、ないか、そんなあるもんじゃない、ある方だけどな。だいぶね、あ、まあまあ、そもそも今日もコーナー間違えてましたからね。野々重先生で書いてあるんですけど、2代目森泉ですから、
違いますよね、これは。目ってその消しとんねん。これは違いますね。訂正しとんねん。ええやん。言わんでも。あとはコーナー行こう。メールを読もう。とにかくメールを読まんと。いやマジでメールをやらないと相当溜まってるんですよ。うん、やっていかなきゃいけない。行こうって。ただまだ言わなきゃいけないことありますから。ないって。いやいや。ドリームマッチ、やっぱ有吉のスペシャル、こちらも出させていただきまして、何て言ったらいいか分からん、そんなええわとは言えんけど、いやでもこれはすごく言うべきでしょ。だってフォートナイトをやったんですよ、51人でやった。僕初めてやったんですよ、その日優勝しましたからお前すごい、お前すごかった。あれ初めてで勝てるタイプのゲームじゃないだろ。じゃないじゃない、すごいですよ。お前すごかったよほんまに。だ僕らは漫才師チームで、僕ら2人とそれこそ錦鯉の高橋さんで、お前と高橋さんは結構経験者、もう経験者だから、いろんなや PUBG とか荒野行動とかやってきたから。ただその信じられない二人がすぐやられますからね。すぐやられる。生きてなんかそうだから攻めたらダメなんだよな。そうもうアスリートチームエグすぎた。アスリートチームはガンガン行くし、それにやられて、うん、分かったで優勝して、その後なんかプロレスじゃねえや、プロレスラーの方となんか投げるそうそうそうゲームも優勝しました、ね、すごいすごい。あの日髪がかっとった。すごいことです。だからちょっとあれからちょっとやりだしたんですよ、フォートナイト。フォートナイト。ああそうなの。フォートナイトやりだして、うん、でちょっとやろうと思ってダウンロードして、うん、やったらまた1回目でいきなり優勝したんですよ。あれと思って、すごい簡単じゃんと思ったら、そっから全然優勝できない。やっぱだからたまたまそのマッチングのあれだったのか、いきなり優勝できたけど。まあでもランクがあるけんな、弱いリーグだったのかもしれない。いやいや、なんか強い人もいる関係なく出てきて、だってそっからは本当に強い人とか出てきて、リーグとか上がらず変わらず、ね、リーグとかじゃない、そうリーグとかじゃない、もうどんどん集まってきて、本当にいるもん、ひどいやつ。あすごいやつおるよな、うん、でも優勝の味をこっちは経験しちゃってるから、やっぱり勝ちたいし。あそっからもうでもな、やっぱやめときないな、あれないない、あれなの終わりない、もう一ゲームやるかってなる。ある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 。だからちょっとね、いずれそれも配信でやろうかなと思ってますから、ね、あいいんじゃない。そうそう、フォートナイト無料なんすね、フォートナイト、うん、知らなかった。もっとその無料だと知らなくて、無料なんだ。そう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 、あ無料なんだと思ってやって、うん、無料と思わない、5、6000円するもんだと思った。だってめっちゃ面白いっすか。A が来たとしてもめっちゃ面白い。もうあんたは A が、いやいや無料とかあんま言うなよ。いやお前は A だろ。いやいやそんなことないわ。やるがそんなことない、お前だってからだろ。お前がお金のことごちゃごちゃ言ってくんなよ。お前はもういっぱいもろうとんだろ。お前が取ってくから少ないんだ。こっちはもうせちがらい生活しなきゃ、無料で喜ばなきゃいけないんで、お前が半分取ってくから。お前が半分取ってなかったらいいよ別に、何千円だろうが。でもまさかあのクオリティで無料だとは思わなくないですか。いやいやすごいよな。そうそう、でわーってなって、したらまあ課金でなんかスキンみたいなの変えたり、うん、でもだからってあれ強くなるわけじゃないけんな。そうそうそう、それがすごいよな。でもそう、それがすごい。あれもただ自己満じゃんもんだって課金って。そうで、みんな別に戦ってる人、その普通のやつで基本やった、うんうん、子供とかがやってるのか、うん、そういう感じなんですか。でもなんかやってたらタートルズが売ってて、ついつい買っちゃったな、うん、タートルズ。タートルズは買うな、かっこいいです。あのタートルズは買うだろう。めちゃくちゃ面白いです、車とか乗ってる時のタートルズ。え、タートルズあるん。でもあれ結構な1日とかで変わったりするから見逃せないんですけど、タートルズのスキンが出てて、タートルズは買うだろう。買うな、さすがに。買う買う。で4人選べて変えて、うん、そのなんかあるじゃないですか、ツルハシみたいな、 あれもそれぞれの、あれがそれぞれヌンチャクとかトンファーみたいなやつとかになってるんですよ。それ買うだろう。買う、絶対買 う, だからそう、ミケランジェロ買うわ。そういうので多分ちゃんとフォートナイトもお金稼いでるんでしょ。だからくすぐるのとコラボしてるずるいな。いやまあだ特にそういうアメコミ系好きでしょ。好き、大好き。 X メン系来たらだってもう X メンなんか絶対買うよ。思うつぼで、だからそうなったら、うん、でもかっこいいですからあれで戦ったりとか、やりたいよな。そういうのがやっぱすごい。だからもう数のやつよりはな、そうそうそう、上がるもんな。だからそういうので、もしかしたらちょっと配信環境整ったらそれもやるかもしれませんからね。まだ整ってない。あれ、いやだからちょっとその椅子買ったんですよ、そういえば。ゲーミングチェア買ったんじゃん、ついに。で組み立てなきゃいけないじゃないですか、うん、あれ組み立てんといけんの。まあ基本組み立てなきゃいけないんですよ、やっぱゲーミングチェア。ほんじゃあれカポって刺すとかそれのレベル。いやでも結構やんなきゃいけないんですよ。一人だと1時間はかかるみたいな、もっとかぐらいかかるんですよ。え、いやそうなんですよ、やっぱバラバラで来るんで。え、駒を、駒をドーンドーンドーンじゃない。そんな、ここのやつのネジとか、そういうのいろいろあるから。で大変じゃないですか作るの。だから誰かに作ってもらおうと思って、その後輩に連絡したら、うん、ちょっと早めに終わったから連絡したんですよ、うん、ちょっと、うん、やっぱもう相変わらずみんななんかやってるから、
もう捕まらないね、まっちゃんとかカンタとか言っても、うん、ダメで、うわ、でも安倍だ、安倍だ、そうなる。でも安倍なんか作れるわけないと思う、うん、なんか嫌だろ、まあ、なんかお前より力なさそう、そうそうそう、安倍は絶対嫌だと思って、うん、でまあ飯も早めに終わったから行きたい、誰かと飲みにも行きたいけど、うん、そいつらも結局来れないってなって、うん、うわどうしようと思って、まあともしげさん連絡したんですよ、その後。まあもう椅子は諦めて、うん、飯でも行くかと思ったともしげさんが、あのいやいや何時ぐらいにまでだよってなったから、うん、まあ結局何時間かもう無駄にして、椅子も作らないし無駄にして、でともしげさんと会ったら、うん、そのともしげさんが安倍を呼んでたんで、その安倍と浜村さん、うん、最高だよ。ともしげさんもう僕はその時に、うん、その安倍に連絡しなせずにともしげさんに連絡した理由というか、ともしげさんに連絡したら漏れなく安倍に連絡するんだよ、なんかともしげさんが呼ぶんだよ必ず。で安倍がね、やっぱ日本で一番暇だから、あいつ一回もないんだよ来れなかったこと。今日も家で時間というか、その日も家で時間を溶かしてただけで。ほんな椅子溶かしてたって言うの、いやあいつが言う、安倍の言い方で。そのともしげさんもついに聞いて、あの例の事件を、あれさ どうだったの結局みたいな。ともしげさん聞いてなかった、ともしげさん聞いてなかったから、聞いたらやっぱその食べて咀嚼したっていう、その、うん、その先を教えてくれる、動機とか。そうなんかで結構ともしげさんが聞いたら、聞くだろあの人デリカシーないけ、そのあれらしいんですよ、やさぐれ酒場だったらしくて、その時、うんうんうん、やさぐれ酒場ってあのみゆきちゃんがやってる YouTube のやつで、うんうん、その時になんかまあ M1 終わりっていうか、そのエントリーシールつけたまま出てらしいんですよ、阿部が。でカメラ止まったらハーンってその都度やっぱ思い出して辛くなるみたいになって、うん、これじゃいかんいかんってなって、うん、カメラ止まってる時にこっそり食べたらしい。繋がらん結局マジで。いや違う違う、分からんまだ。咀嚼したんだって。いや分からんだから。やさぐれ酒場で M1 直後だったから理由は道理が。あのカメラが回ってる時じゃないですよ。カメラが止まってる時にこっそり。だから余計分からん。だからもう怖い、本当に怖い。本当に怖い。そんなやつに椅子作ってほしくないし。そうなったら、まあ、なだからちょっとまだ椅子も作ってないし、椅子を作って配信の設備を整えたらいよいよできますから。いやそれこそ吉田とか呼べばいいかも。吉田、吉田なんかも今日来てねえけど、全然吉田なんか会いたくない。吉田と話すことなんか何もない。だってあいつと一回飯行ったら、そのなんかそのことあいつ泣きながら話したりするから、あいつはあいつで怖いよ。その怖いな。あいつもあいつで怖いし、ファッション安倍系だろ。あいつも安倍だな。あいつもエントリーシール食べるだろ、うん、なんか来てないってことはエントリーシール食べたんじゃない。あいつもでなんか図星で気まずくてもう来るのやめたんじゃない。あいつ食べる系だろ。安倍のこと笑えようになったけど怖いな。あいつ安倍系の服着とるの。安倍系の安倍の服、安倍も腹立ったわその時も。寒い日なのになんか薄着だし、しかもこれ言っていいのかな。まあいいか、うん、ええよ。安倍がこの間、うん、神妙な顔して結構、うん、ちょっと相談があるんですみたいなって、珍しく、うん、な何ってちょっと今本当にちょっと相談なんですけど、うん、てかまあほぼ決めてるんですけど、何って言ったそのドレッドヘアにしますって言って、あいつドレッドヘアにするために今髪を伸ばしてます。ほぼ決まってます。ドレッドにした、細い、あんな細いやつのドレッドもあんまないでしょ、うん、でもなんでってそのルーキーズの時の佐藤健さんがかっこよくて、まあ、何年前の話なんだよってことですけど、何年前の話と。それにだからドレッドになります、あいつは。だから今なんか安倍な髪長いなって思ってる人いると思いますけど、ドレッドに向けてやってますから。怖っ。ただ分かんない、ともしげさんは止めてました。とにかく当たり前だろ、ドレッドはやめなって言って、その事務所に報告せんといけんレベルだ。まあだからその辺から固めてはいってるみたいですけどね。一応報告はするんだ。だからみゆきちゃんとかどう言ってんだって言って、さすがになんかもういいよみたいな言われたっていう、その結構長期プランらしい。やっぱ安倍の中ではドレッドにしたいっていう。まあみゆきちゃん優しいけんな。まあまあね、言えんしな、こうあってあんまり。だからドレッドのやつがエントリーシール食べるとなるともういよいよ怖いですから。めちゃ怖いか。だから安倍はちょっと距離を置きましょう。さ置いてねえよ結局。いや、ともしげさんが呼びますから、ね、あとあの 4U さんのエンタにね出させていただいて、これはまたすごかったっすね。すごかったね。シークレットゲストという形で出させていただいたんで、不安でしょうがなかったっすよ。そのお客さんが、うん、ウエストランドなんていらねえよ、知らねえ、誰だこいつってなると思う、うん、気持ちもあるしね、うん、でも出てたら本当にうわーって盛り上がってくださって、迎え入れてくださってね皆さんが。何より僕らの出番が、まあ、お昼の公演で2時からって聞いたんですけど、うん、その前に、まあ、歌ありコントありみたいな、そのコントの部分があの激推しですごい受けに受けて
すごいよな、ああいう、ああいう感じのやつ、大盛り上がりですからね、そのコントというか、あのなんていうの、お楽しみショーみたいな、ちょこちょこゲーム性ありの、そうそうそう、そんな後に出てってもっていうぐらいどっかんどっかん受けてましたから。しかもだってああいうね、その偏見ですけどアイドルの方がやるのなんかもう台本通りに、うんうん、やってちゃんとオンタイムで終わるもんじゃないか。違います、アドリブ連発、大アドリブ、まあ、で普通にやっちゃいけんこととかもやりよったけどな、その M1 にやっぱ出てますから、やっぱそりゃね、うん、すごいですよ、舞台度胸というかね、まあ、M1 だから出てほしい、本人ご本人にも伝えましたけど、まあ、今回出てないから今年この 2,3 年は、うん、そうね、ぜひ出てほしいと思って、2020年が最後みたいな、そうそうそう、ね、その方が盛り上がるんだからね、出てくれた方が、絶対出てもらった方がいい、そう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 、なんでね、そういうのもあったし、もうええってもう全部さらう気じゃん、どうします、マシンガンズデジタル写真集の話は、いい、マジで何にもええ、なんでビル君毎回マシンガンズの話を入れてくるんだよ、ここにいらんって、一回も読んでないのに、知らんし別に出したん、安倍もそういや自費で作ってましたよね、写真集作ってたね、帯平子さん書いてた悪ふざけだよ太田君まあマシンガンズのもね、注目してみてください、それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ、今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです、教えてウエストランド、皆さんからの質問や疑問に僕ら2人が分かりやすく答えるというコーナーです、行きましょう、はい、ブチラジネームキングマサカズ、キングカズだろ、マサカズうちのじいちゃんから、ね、じいちゃん死にましたからねお前がいじりなしといじってはない、死んではいるから本当に、井口マサカズ、井口マーダーカズね、いや違う、マサカズだよ、なんでそれ、ウエストランドさん、河本さん、こんにちは、まあまあ、ウエストランドとは僕のことですからね最近今年の漢字が発表されましたが、お二人の今年の漢字は何ですか、ちなみに私は暑いの暑です、あ、暑いの暑ね、まあ相当暑かったですからね、今かがいましたからね、うん、すごいことですよ、もうめちゃくちゃですよ、年末なのにイチョウの木が今神々しく咲いてて、いやほんまや、その数年前にその写真見て誰が暮れだと思うんだっていうぐらいになってますからね、うん、12月の20日ですからね今日、だから暑いの暑でも本当に良かったぐらいですけどね、うん、税でしょ、今年は税だから、これ本当に落とせでも全く同じ話をしましたけど、うん、まあ、僕らがナイツさんのラジオショーを出させていただいて、うん、でその後に相席の K さんが、うん、その後僕ら移動しながらラジオ聞いてたら、うん、その税になったけど、増税の税、うん、税だと税の1個の意味しかないから、うん、増にすればいいのにっていう、あ、そしたら増税でもあるし、増であのコロナ禍が落ち着いてお客さん増えたとか、あ、いろんないい意味も入れれるじゃないですか、K さんすげえな、うん、本当にその通りだと思った 100% でその通りだと思って税だと嫌なイメージとか税のイメージ 1個しかないじゃん、うん、でも増だったら増税とか増税メガネとかもあったし、うんうんうん、でも人が街中に増えたと か, とか、ね、いいこともあるいけるから、あの時ほんま車で3人がうおーって中にいやでもめちゃくちゃ好きです、めちゃくちゃいいこと言おったな、ゾウにすればいいのになっていう気はしましたね、うん、うん、以上です、 ない特にない感じ、感じはないな、なんで言わんといけんのそんな、なんで一文字にせんといけんま、そんなん言い出したらそうですよ、そんなん言い出したら全部そうなんだけど、いや本当の、大事な番組で聞かれたらちゃんと考えて言いますけど、そんなことしたくない1ミリもそんなカロリーを使いたくない、そんな脳みそ使いたくない、ブチラジで、あとお前その車で言おうたけど、その何年か前のやつで、そうそうそう、もう一回ある、税ある、全然ある、で金、オリンピックの時毎回金ですから、うん、まあなんか投票で決まってんだよね、あれもその、本当か、いやでも本当ですけど、1位も 4% とかなんですよ、その1位ですだ、ああ、そうそうそう、散りすぎてのやつだから、まあちょっとどうかと思いますね、1位にする、1時にするけんねんな、どうかと思います、うん、どうかと思いますですね、うん、漢字の漢にしておこうかな、じゃあ今年の1時、そればっかり聞かれるということで漢字の漢でいいですよ、うまいねうまかねえわはい、行きましょう、ブチラジネームシャレてない神戸、だからそういうことじゃないんだよ、シャレ神戸もういいよ、シャレ神戸の話、井口さん、小本さん、スタッフの皆さん、こんにちは、はい、私の住んでいる長野県諏訪市の小中学校では、うん、ものづくり科という教科があります。おー、いいですね。諏訪市は昔から精密機械工業が盛んなので、うん、その名残で相手意識に立ってものづくりをさせることを通して、うん、正確、丁寧、集中、気配りなどを身につけることを目的としたこの教科があります。良さそうですね。ね、うん、また諏訪市の隣の茅野市では、うん、縄文化という市内の縄文遺跡や縄文時代の生活について学ぶ教科があります、うん、お二人の地元岡山県ではこうした地域特有の教科ありましたか、
いやーなかったよな、そのなんていうんですか、あの林間学校的なのはあるけど、海の学習みたいなのはやったけど、まあそれはその地方それぞれ、まあ海があればやるでしょうからね。潮何あの地引き網、地引き網じゃ、地引き網とカッターこぎね、うん、とかやる、カッターこぎ、カッターこぎって、カッターこぎってカッターこぎって、おかしいよな、多分カッターこぎってみんなわかんないですよ。でもカッターこぎだったよな、カッターこぎ、要はあれ何が、カッターって何、これをカッターっていうの、あれオールだよ、そのオール何なんカッターでもカッターこぎ、カッターこぎって岡山だけかな、カッターこぎ、カッターこぎでしたよ、カッターこぎでありません、ボートオールでこぐだけ、だけ、うん、みんなでね、海をね、海をカッターこぎある、カッターこぎと地引き網ね、うん、そういう言い方はあるみたいですけど、うん、方言っていうことではなさそうか、じゃあ独自の、まあ古い感じのところでやってますから、ね、古い学校というかね、うん、なんか歴史のある、ね、そう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 、ところに行って、それはあったけど泊まってね、日々はやってないですね、うん、日々こういうのはない、なんか特殊なやつはなかったな、なかったですね、別に、はい、あー終わりです、はい、あー、いやーまだまだあったんですけどね、たった2枚、私も井口を癒したいと2代目森泉もあったんですけど、する気なかったらもう、いやいやあります、だって森泉さんにお会いしましたからね、いやしましたけど、言った、いやもうそんなそんな無理だが、言ってみろってちょっと、いやまずもうそのトピックが多すぎるしな、そのたけしさん初めてじゃ、いやいやそこをその、あともう森泉さんって別にな、うん、DIY とかじゃなくてスーパースターあの2代目とかじゃなくて、まあ、なその会ったことがもうすごいし、もう太陽のような人じゃけだからその DIY の話とかもう野暮じゃけ、そうそう確かにな、あのサスケの、うん、ミスターサスケの秋元さん、秋山さん、山田勝美さんとかに会ったら、ね、サスケなんかサスケやってますとかって言えるけど、うん、別に森泉さんってそうじゃないし、そうじゃないんですよ、オールマイティーにすごいスーパースターだから、そうそう、 DIY のところがちょっとなんだよあの人からしたら、あの人からしたら、ね、もっと人間的、一番組の一コーナーでしかないんだあの人の中で、いやでもやっぱ仙台ってちょっとその言わない言わない、意味わからんし、え何ってなる、明るかったよ、代目誰にも分け隔てなくな、まあそうそうそう、2代目森泉やらせてもらってますっていう何がって言われるよそれで、いやいやその DIY のねっていう、 DIY って何、そこまでじゃねえよなめるないやでもそれぐらいマルチじゃん、まあ本当に確かにね、スーパースターというか、ーー本当に明るい、まずもうモデルですからね、スーパーモデルですから、なんでよく見たら何なんだよ2代目森泉ってダメだ、ダメだろ、ダメだそもそも、これは今回ありません、エンディングです、ブチアジは YouTube と Podcast と audiobook.jp の企業大プランで配信しております、今回のオーディオブック特別編は一巻の設定気になる系漫画を紹介します、おこれちょっと漫画の話、前回ね、ワンピースうんぬんですまたねやりましたから、盛り上がりましたんだねやっぱりやっぱりあれもなかなかですか、同じ話しとんです、結構でもワンピースに関しては鬼滅の話僕がチャンスの時間でしたじゃないですか、うん、やっぱ結構共感とかその視点はなかったみたいな人いましたよ、やっぱあの他のないよ、他のもうないもん、他の兄弟がやっぱ なんで墓参りせんといけんの、いやでも墓参りしないまでももうちょっと思い出してほしいというか、違う、生きとる妹をなんとかっていう、いやいやでも浮かばれない感じもあるし、いつまでも そこにおるんじゃなくて浮かばれ、いやいや今生きとる妹を守ろうっていう冒険だ、いやいや前に進もうっていう、いやいやそれでもやっぱりあとそのなんかいらん描写強いし、強いしな、あとやけにな、結構序盤からな、いや炭治郎、まあ炭治郎強いよ、まあ結局親だったんですよね確か、まあ親すごいんで、親か血筋か、まあ、まあそういうのも含めてちょっとそういうのもやりますんでね、ちょっと楽しみにしておいてくださいということで、もう来週には新 M1 チャンピオンが決まっておりますんでね、いやですね、現役の M1 チャンピオンとしては最後のぶち出しでした、こんなにも別に何も思わないとは思わなかったですけど最後ですからね、これが最後、ドライですからね、いやいやでも日々は続いていきますから、まあ、そこはかっこいいんだけどな、ドライな方がなんか最後かみたいな、なんかこれで M1チャンピオン終わりかみたいな言ってる人いるじゃないですか、うん、あのもう結構違っただろ後半の方から後半の1回たりとも M1 チャンピオンのウエストランドですとか出てないんだから、変わらないんだよこれからも、なんかその終わるみたいな感じで言いやがって、おなんでもう変わんないんだ、終わってないんだよ、うん、そうそうそう、始まってないんだよね、始めろお前はお前も始めろ、始まってないんだよね、いやいや、ま、そのいや全然竹映画の最後みたいな感じで言っても全然違いますから、その始まってもねえんだよな、違うんだよ、だからそのかっこいいセリフみたいに言っても始まってはいなきゃいけないんだよ、終わりじゃないんだよだったらいいけど、やってもねえんだよな、だからやれよ早く違う角度でこれこすらなくても
ということでウエストランドのブチラジ今週はここまで、また来週、さよなら。ありがとうございました。人の幸せってにくいじゃないですか。人の幸せってにくいじゃないですか。人の幸せってにくいじゃないですか。ヘタミ、ひがみ、人の幸せってにくいじゃないですか。ヘタミ、ひがみ。